シス予想は、ミラー対称性予想を理解しようという理論、物理学者と数学者による試みである。元々の予想は、アンドリュー・ストロミンジャー、シン・イコール・トゥンヤウ、エリック・ザ・スロフによる論文ミラー・シンメトリー・イズ・ティ・デュアリティで提唱された。シス予想は、ホモロジカルミラー対称性予想に沿い、ミラー対称性の理解を、 数学の言葉で行うことの中で最も研究されている道具の一つである。ホモロジカルミラー対称性がホモロジー台数を基礎としていることに対し、質予想はミラー対称性を幾何学的に実現しようとする。原理論ではミラー対称性はタイプ E やとタイプ IIB を関連付け、二つの理論がミラーペアとなるような多様体にコンパクト化すると、 タイプ E やの有効上の理論がタイプ IIB の理論に等価となるはずであると予言する。シス予想はこの事実を使いミラー対称性を実現する。X の上へコンパクト化されたタイプ E 矢の理論の BPS 状態、特にモジュライ空間 X を持つ例ブレインを考えることから始める。Y の上へコンパクト化されたタイプ IIB の理論のすべての BPS 状態は3ブレーンであることが知られている。したがって、ミラー対称性は、タイプ e やの理論の0ブレーンを、タイプ IIB の理論の3ブレーンの部分集合へ、写像する。状態称性条件を考えることにより、これらの3ブレーンは特殊、ラグランジアン部分多様体であることが示されている。他方、T 相対はこの場合と同じ変換となるので、ミラー対称性は、 t 総追である。ありがとうございます。